皆さんこんにちは。こんにちは。青葉体育館職員の戸田です。同じく職員の斉藤です。今日はですね、自宅で簡単にできるトレーニング、貯金運動パート2になります。今日やるの2種目です。まず1つ目、膝伸ばしという運動です。こちらの運動、大腿四頭筋、太ももの前の筋肉ですね、こちらの筋肉を鍛えていただく運動になります。で、2つ目、もも上げという運動をしていきます。こちらの運動は骨盤の奥底にある、腸腰筋という筋肉を鍛えていきます。こちらの筋肉ですね、足を上げる際に重要な筋肉となります。ここを鍛えることによって足が上がる、そうすることによってつまずきにくくなる効果があります。ぜひ一緒にやっていきましょう。それでは早速膝伸ばしの運動を行っていきます。背筋をしっかり伸ばしていただいて、腹筋に力を入れましょう。上体を崩さずに足を上げていきます。1,2,3,4 台、5,6,7,8 でゆっくり戻します。1,2,3,4 だけ、5,6,7,8 で戻します。上げる際に息を吐きながら上げていきましょう。息を吐きながら上げて、吸いながら戻します。息を吐きながら足を上げて、吸いながら戻します。これを右足左足交互に行っていきましょう。はい、それでは音楽に合わせてやっていきましょう。右足からいきますからね。はい、上げます。はい、下ろします。続きまして、もも上げの運動を行っていきます。先ほどの膝伸ばしの運動と同様に、背筋をしっかり伸ばしていただいて、 1,2,3,4 で上げていきましょう。 5,6,7,8 で戻します。 1,2,3,4 で5,6,7,8 で戻します。この際、注意点がございます。上げた際に姿勢が崩れないように意識して行っていきましょう。それでは実際に音楽をかけてやっていきましょう。吐きながら上げて、この先に吸います。
以上でもも上げバウンド終了となります。本日はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。次回もいろいろな貯金運動をご紹介していきたいと思いますので、次回もぜひ見ていただければと思います。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。またねー。バイバーイ。